これより、ファイナルクォーター、第4クォーターに入ります。宮古島シーロックス、サードアンド残り1ヤード。さあ、中央のアップ。クォーターバック、自ら中央飛び込もうとしましたが、ここでトラブル発生。さあ、判定どうなっているか。このプレーの際にボールをファンブルするトラブルがありましたが、しかし何とか宮古島抑えております。しかし攻撃権更新には至っておりません。宮古島シーホークスフォースダウンに変わります。宮古島シーホークスフォースダウンのクリーチャードプレーします。フォースダウンキャンブル。さあランプレイター、判定どうでしょう。ゲインになっておりません。4回目の攻撃失敗となりましたので攻守交代です。攻撃権変わりましてテイクオーバー琉球ガーデンライオンズに変わります。いや、小島はここで何としても攻撃継続図らんとギャンブル敢行しましたが、しかしそれは琉球に阻まれました。結果的に攻守交代となっております。さあ攻守変わりまして今度は琉球ガーダーの夜空攻撃ボールを自陣43ヤードから琉球ファーストダウン打ってさあまだ続いている。バイバイだ。タッチダウン。ここで琉球はスクリーンパスを敢行しました。スクリーンパスはパスプレーでも手前にいるランニングバックにパスを通しそこからブロッカーをつけて走らせるデザインプレーです。これを生かしましてランニングバック33番味方ブロッカーを生かし相手ディフェンスを弾き飛ばしてそのまま一気に振り切り独走エンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。ここは鮮やかな琉球のデザインプレーによりましてランニングバック藤本のタッチダウンパスキャッチが決まりましてのタッチダウン6点追加となっております。現在フィールド上には負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。試合再開です。琉球ガーデンライオンズトライフォーポイント。琉球このトライフォーポイント2ポイントコンバージョン2点を狙います。パス不成功2ポイント失敗。結果的にこのプレーによってのこのシリーズでの得点は6点止まりとなっています。しかし琉球ガーデンライオンズ35点、宮古島シーホークス0点、琉球が5タッチダウンリードという形に変わっております。その直後にデザインプレースクリーンパスを見事決めましてその逆にタッチダウンを上げる形になって琉球がさらにリードを広げる形になっています。その琉球ガーデンライオンズのキックオフで試合再開となります。しかし宮古島も先ほど素晴らしい豪勝な攻撃を展開しておりました。
この次に得ます攻撃機において逆にさらにこの状況を打開図るタッチダウンを狙ってもらいたいものです。さあ宮古島リターンに入る。宮古島23番、このタイミングを崩されたキックオフ、なんとか状況を打開図らんとしまして自陣33ヤード付近を確保し、この位置からの攻撃と変わります。さあ失点をしましたが、しかし宮古島も先ほど素晴らしい攻撃を展開しておりました。仕切り直す形の攻撃権を得ております。今度は自陣33ヤードの位置、なんとかこれを生かしタッチダウンを上げるというシリーズに入ります。宮古島シーホークス自陣33ヤードからファーストダウン10。今度はパスプレーから入りました。中央を切り込んだ11番にパスを投じましたが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。審判団からフィールド上に黄色いウエスが投げ込まれますと反則発生を意味します。さあ果たしてこれはどちらの反則だったでしょうか。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、パスが前パスが浮いている間に相手選手を接触して妨害するという反則です。この反則は非常に重大な反則として扱われます。プレー開始地点から15ヤードの罰則、従いまして自動的にトータル15ヤード前進し攻撃権更新という形に宮古島なります。従いまして宮古島、自陣48ヤードからファーストダウンに変わります。さあ宮古島は相手から反則を奪い取る形に成功した格好になっています。フィールドを中央付近に戻しました。この位置を生かせる形になるでしょうか。自陣48ヤードから宮古島はファーストダウン10。ここでトラブル発生。クォーターバックへのスナップはクォーターバックキャッチし損ねました。ファンブルしてボール攻撃権を失うところでしたが、なんとか確保はしております。しかしその抑えた地点後方でしたので、その下がった位置からのセカンドダウンに変わります。チャンスとばかりに少し動揺が走ったかもしれません。ここで気を取り直すセカンドダウンに入ります。宮古島シーホークスセカンドダウン13、ボールオン自陣46ヤード。パス不成功です。パス不成功となりました。クォーターバック7番、これを打開線とパスを構えましたが、ディフェンス殺到する中、このパスを投げ捨てる形にいたしました。アルマが倒されると大きなロスを招くところですが、これは投げ捨てる形で結果的にそれを回避しています。しかし攻撃権1つ失って宮古島サードダウンに変わります。宮古島シーホークスサードダウン13。その足で状況を打開図りましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。宮古島フォースダウンに変わります。
出し、その足で状況打開を図りましたがクォーターバック7番の抜け山、素晴らしいランでした。ここでホイッスル。ここで宮古島シーホークス後半1回目のタイムアウトを取ります。タイムを取りました。さあここで繰り広げされるプレーはどういったプレーになってくるでしょうか。宮古島シーホークスタイムアウトを取りまして、フォースダウン5、パントフォーメーションを取ります。70番、そのまま蹴らずに一旦左に流れ、そこからパスを投じんと構えました。しかしこれを阻止せんと琉球がラッシュしまして、このプレーを潰しかけましたが、起点利かし70番、そこからパントに切り替えまして、状況を若干有利に変えております。結果的に琉球自陣35ヤード付近で攻守交代となっています。攻撃権が変わりまして琉球ガーディアンライオンズに変わります。宮古島は一見攻撃放棄をするフォーメーションを取りましたが、それをあえてその逆を突くフェイクパターンとしましてプレーを敢行しようとしました。しかしそこは、一日の長あります。琉球阻止しまして結果的にパントで終わっております。変わりまして、これより琉球ガーディアンライオンズの攻撃となります。ボールオンは自陣35ヤードから琉球ファーストダウン10。さあ抜けていく、まだ行く、ビッグゲイファーストダウン。ランニバック33番、ここで素晴らしいランを披露。ハンドオフから中央突破、そのまま味方ブロッカーを引き連れながら右をほぼ独走し、さらに左にカットインしまして大きくゲイン。琉球一発で攻撃権更新です。琉球ファースター、この頑張って、この頑張って、ここでも見事なランを披露しましたのは33番の藤本でした。さあ琉球相手陣21ヤードに入りましてのファーストアンテン。
パス不成功です。クォーターバック7番、左に降りましたワイドレシーバー3番にパスを投じましたが、このパスコミュニケーションミスで不成功になっております。パス不成功でセカンドダウンに変わります。琉球ガーディアンライオンズセカンドダウン10、ボールオン相手陣21ヤード。これは宮古島ナイスディフェンス。画面のズーム操作誤りまして、キャリアを失いましたが、しかしこのランを、宮古島は素晴らしいディフェンスで阻止しております。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。試合再開となります。琉球サーダン4ナイスラン、ファーストラン。ここで琉球クォーターバック7番パスを投じると構えましたが、ディフェンスが殺到し判断を変えましてスクランブル、緊急発進のランプレーとしました。この判断を生かしまして中央切り込み、見事攻撃権更新を果たし相手陣深い位置に入っております。琉球ファースター、素晴らしい判断しましたのは琉球ガーディアンライオンズクォーターバックの7番藤原です。さあこれにより琉球相手陣5ヤードに入りましてのファーストダウン2ゴールに変わります。タッチアップ。ここで琉球はランニングバック33番にハンドオフ、33番そこから左オープン展開しまして、そのままエンドゾーン飛び込んでタッチアップ。琉球ランプレーによりタッチアップ重ねまして6点追加となっております。そしてタッチアップ型のワンプレートライ4ポイントに移ります。コンバージョン2点後になります。パス成功、2ポイント獲得となっています。ここで琉球はプレーを選択しまして、パスプレーによりこの状況を2
2点追加する形に成功しております。これによりましてスコアは琉球ガーデンライオンズ43点、宮古島シーホークス0点となっております。現在43点のリードを取っております。その琉球のキックオフで試合再開となります。なりませんで、宮古島自陣30ヤード付近からのリターンと攻撃となります。さあ試合残り時間3分をまもなく切ろうという状況になってまいりました。なんとしても宮古島はこのシリーズを得点に結びつけたいといったところでしょう。ボールを自陣30ヤードの地下の流、宮古島ファーストダウン点に入ります。さあランプレーから入りましたが、これを琉球63番対応しまして2ヤードロスに変えています。先ほどからランプレー3番の小島のランによって状況打開を図っておりましたが、これを読みましたが琉球63番赤嶺が素晴らしい対応をしております。四日市大学出身のプレイヤーです。東海2部の地位にありますが、しかし非常に少数精鋭ながら奮闘しております四日市大学の OB です。再び中央のアンプレーですが、これも琉球ディフェンス陣奮闘しております。60番、63番が対応し、ノーゲインにしております。サーダウンに変えます。仕留めましたのは琉球、60番の田中、そして63番の赤嶺でした。試合時間残り2分を切ってまいりました。宮古島サーダン12、パス成功。クォーターバック今度は中央を切り込んだ8番にパスを通しまして、状況打開を図らんというところですが、これは琉球が素早いタックルをしまして、攻撃権更新に至っておりません。フォースダウンに変わります。パスキャッチしましたのは、8番の選手、素晴らしいキャッチ、失礼しました、9番の、デニーでしたが、素晴らしいキャッチ、しかしこれを仕留められ、結果的にフォースダウンに変わっております。さあ、残り1分を切っております。現在、プレーは継続中という形で時計は回っております。宮古島はフォースダウン7、パントフォーメーションを取っています。ここでホイッスル。
ここで宮古島後半2回目のタイムアウトを取りました。時間が残りわずかという状況ですが、宮古島フォースダウンセブンの状況、現在パントをするかあるいはプレー継続するかを試案するタイムを取っております。さあタイムアウトを解けまして試合再開となります。宮古島シーホークスフォースダウンセブン、さあ宮古島プレーを行うでしょうか。パントフォーメーションをしかしておりますですが、ここでもフェイクを考えられます。宮古島フォースダウンセブン、ナイスラン、パンター70番パントフェイクで右オープンを展開。さあしかしその外へ出た視点がどこか非常に微妙なところではあります。審判団の判定を待ちます。さあこのランによって大きな前進を図っておりますが、攻撃権更新になったでしょうか。審判団チェーンを使いまして実測いたします。そのヤードチェーンを直接持ってまいりまして、このランが外へ出た地点、ボールデッドした位置が攻撃権更新になったかどうかを実測します。判定どうでしょうか。届いておりません。結果的にこれによっての攻撃権更新ならず攻守交代です。テイクオーバーにより攻撃権は琉球側であった4つに変わります。ここでパンクフェイクランが決まりまして、攻撃権更新になるかという素晴らしいプレーでしたが、ギリギリのところで琉球がディフェンスに押し出しまして、これが結果的に攻撃権更新には至らず攻守交代という形に変わりました。さあ攻撃権変わりまして、琉球ガーダンライオンズ相手陣41ヤードからファーストアウト。ホイスです。ここで宮古島が後半3回目のタイムアウトを取りました。これによりまして宮古島この試合の全てのタイムアウトを使いました。宮古島としてはここで守備もう一度立て直しまして、最後の最後、試合を完遂したいという形で最後のタイムアウトを使いました。それに対して手を抜くようなことはしせず、最後までそのタッチダウンを狙う攻撃を展開することに期待したいと思います。
さあ琉球相手陣41ヤードからファーストダウンテン。パス不成功。ここで一気にタッチダウンを狙うロングパスを投じました。クォーターバック7番右横走り込んだワイドレシーバー29番へロングパス。19番しかしこれを手に触れることができましたがキャッチできず、パス不成功でセカンドダウンに変わります。この試合の価値を双方ともかみしめるように、その最後の最後まで試合を完遂戦と勝負に出ております。これは勝敗ではなく、それぞれの思いが詰まったプレーでもあると私は感じます。さあ琉球セカンドアウト点、パス成功、攻撃権更新、ファースター。クォーターバック7番左に展開していた9番にパス、9番これをキャッチアンドランし攻撃権更新としています。琉球ファースター。クォーターバック7番は藤原、パスを取りました。ワイドレシーバー9番は篠宮でした。琉球相手陣18ヤードからファーストダウン10。ダウンインジケーターはセカンドダウンとなっていますがファーストダウンです。パス成功、攻撃権更新、ファーストダウン。ここでホイッスル。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、琉球ガーデンライオンズ43点、宮古島シーホークス0点、琉球ガーデンライオンズの勝利という形でこの第2回宮古ボール終了という形になりました。しかし双方とも得点以上の素晴らしい奮闘を見せていただきました。ナイスゲームでした。しております。その力量に存分に発揮する素晴らしい戦いを披露しました。しかし同時にそれは宮古島への大きなエールになったと思われます。しかし互角以上の素晴らしいプレーを見せてくれました。今後に期待したい素晴らしい戦いでした。ナイスファイトでした。
称えまして、共にフィート上でその交流を図っております。素晴らしい光景であります。共にコロナ禍にありまして、2020年、そして2021年に共に誕生しました、この双子のような両チーム、東北沖縄、そして遠方市にありますチームでありながら、見事なアメリカンフットボールを披露する素晴らしいチームに成長していっております。また地元にも多くのファンが出てきまして、これからの将来期待できる素晴らしい戦いを見せていただきました。この試合を撮影させていただきまして、非常に感無量であります。この場をお返ししまして御礼申し上げます。ありがとうございました。そしてナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技に賭ける選択をしたものでした。導いたのはうどんだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、負けのため並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな雨のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレーが持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの競技に、あの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが現れ、今を紡いでいるこの歴史物語、かつて私も憧れながらついに挑み尽くしに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。今フィールド上にいる彼らは現在その苦しい時期を乗り越えました開花開校の春を謳歌しております。やがてこれから訪れる鍛錬研鑽の夏を乗り越え、再び試練激闘の秋に挑みます。その果てに本会の地を手に入れることができるのは果たしてどのような強者となるでしょうか。その光景を楽しみとしつつ、本日の配信およびこの場内アナウンス終わらせていただきたいと思います。皆様長時間にわたるご視聴およびご観戦ありがとうございました。本日は第2回イヤコボール実行委員会の許可のもとに本日の実況の配信をさせていただきました。担当いたしましたのは私大楽屋理社でした。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。